ですね、で続いてがですね、そのうつ病になったなって完治したのか、まだちょっと治療中にもかかわらず撮った作品っていうのがですね、続いては監督さんがラース・フォントリアで、主演がキルスティン・ダンストでメランコリアですね、でさっきこれはオープニングでもちょっと喋ったんですが、コピーライターであるジャスティンっていう女性がいるんですよ。で彼女は結婚式やってるんだけども、結婚式当日なんだけど、なんかこうちょっと浮かない表情してるわけ。結婚式に 3,4 時間遅刻してきちゃうんだよね、旦那さんと一緒に。でそれがお姉さんをやってるのが、さっきアンチクロイスでギヤーッと言ったシャルロット・ゲンズブールなんですよ。シャルロット・ゲンズブールがまた出てるんですよね。うつ三部作って全部出てるんですけど、でしっかりしてよなんて言ってるわけ。でもキルスティン・ダンスト、うんなんて言ってるわけで、結婚式始まってもさ全然浮かない表情してるんですよ。でいざ結婚式始まったら、お父さんとお母さんっているんですけど、この二人がもう別れちゃってるわけ、キルスティン・ダンストの両親がね。でお父さんが最初スピーチするわけですよ。でもう結構女連れてきちゃって、今の女。そしたらお母さんがそれ聞いてムスッとしてて、お母さんがその前に絶対私スピーチなんかやんないわよって言ってんだけど、お父さんがやったもんだからその後やるわけよ。そしたらお母さんが、私は結婚式なんか絶対なくなればいいと思ってるっていうわけ。結婚式なんか大嫌いだっていうわけ、スピーチでですよ。ましてや親族の結婚式なんか死んでも出たくなかったっていうわけが会場中シーンとするわけね。 でもまたそれでキルスティン・ダンスト、ましてや普通にただもう落ち込んでる人にさ、もう塩塗るどころじゃないですよね。もう傷口をえぐるような発言をお母さんがするわけよでも旦那とのなんか関係もちょっと微妙だったり、お姉さんの旦那さんが費用を出してるらしいんだけど、いくら費用かけたと思ってんの、それにもかかわらず全然結婚式がうまくいかないじゃないかってこう怒ったりしてるわけで、そういう状況なわけですよ。でそういう状況にもかかわらず、地球はメランコリアというね超巨大惑星がもしかしたらぶつかるかもしれないっていう危機を抱えてるわけ。うん、そういう状態なわけで、途中で嫁が結婚式に向けてさ、ゴルフ場でいきなりこう18番ホールでおしっこしたりするんだよねそういうシーンがあったりする。で結婚試合にもかかわらず、旦那が部屋で待ってるにもかかわらずさ、別の男とエッチしちゃうんだよ。で旦那が結婚式終わった後に、僕は出ていくよってこう言って出てったりするわけ。それ見てるとさ、引き止めろよそこって思うわけね。ぶつかれよそこ、なんでそこミニシアターやるんだよ、そこでぶつかってくれよ、なんで俺とエッチしないんだ、とセックスしないんだ、どこ行ってたんだって、怒ってもいいよそこはっていうね。でうつ病だからって調子乗らせんなって、引っ張ったいてでもいいから何か言えって言えよって、それが心情ってもんだろって思うわけ、見てる方としちゃ。でそんな結婚式が終わって、メランコリアっていう惑星がどん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 地球にやってきて、さてどうなるっていうお話なんですけどうつ病の人が作って、主人公はほぼうつ病みたいな状況で、メランコリアが近づくわって言って、そのメランコリアの光を浴びてこう裸になって池のそばで寝そべってたりするようなバカ女なんですよ、これが本当に。でお姉さんは、みんな死んじゃったらどうするのかしら、地球が滅びたらどうなるのなんて言ってたりして、何にもいい、滅びたら終わりでしょ、何にもいいことないんですよ。135分ある中で一つも笑わないっていうね嫌な映画だなと思って、アンチクライストはまだこうスリラー的に見れて面白かったんですよね。要はミザリーですからね。でそんなね、女性が自らあそこちょん切っちゃうような話で最後アンドレイ・タルコフスキーに捧ぐって言われても、タルコフスキーちょっと複雑な気持ちになったんじゃないかと俺アンチクライスト見た時に思ったけどもね。でメランコリアはですね、まあ、総評としてはですね、なかなか厳しい映画ですよ、これは本当に。ツイッターで、ね、リスナーのチャチャさんが、メランコリアクソみたいな映画で大嫌いだって言ってたのよ。ね、話してたら、神奈川太郎さんが入ってきて、でも週末系だからちょっと気になってるんですよって言うんですけど、週末系って言ってもね、なんか、どうする?地球を守るために何かやろうとか、そういうことは一切ないですから、こうメランコリアがぶつかってくるけど、それを受け入れてんだか抵抗してんだかっていうような人たちの話だから、
すごいこうちっちゃい、だからディープインパクトだったらいろんな家族が出てるけど、ものすごいちっちゃい家族にフォーカスしたお話ですね、本当に。でももうお父さんももう娘が家にいてっていうにもかかわらず、まだ結婚式のパーティー続いてってっていうか泊まってってって言ってにもかかわらず出てったりとかして、なかなかかわいそうなとこあるんですけどね、本当に。もうでももう嫌な人間しか出てきませんね、これ本当に。本当嫌な作品でしたね、見てて。でも見てて思ったのが、俺だったらまだこれ見るんだったらディープインパクトとかね、ブルース・ウィルスの方がずっと偉いよと。メランコリア滅ぼそうとするために何とかしようとするでしょ、そういう人類の希望ってのもあるわけだからと思ったし、あとうつ病だったら無理して作るなよと思ったね、映画休んでいいんだからよと思って、僕なことならしねえなっていうふうに思いましたね、でもまあこの後紹介するニーホマニアック見るためにはやっぱりアンチクライストメランコリアってのを見た後に、この後紹介するニーホマニアック見ると絶対面白いですから、日本マニアック見ようとする人は絶対この2本、女性が自分のあそこちょん切るか、世界が滅びてもみんな死んじゃうのよっていう女の話聞くか、それ耐え抜いた後のメラン、日本マニアックどうかって話をこの後しますね、はい、というわけで今日の2本目はですね、ラース・フォン・トリア監督でメランコリアでした。